やだなってなどりょうじょう東海オンエアってネタ会議で撮る企画を決めて、誰が出たらちょうどいいかなっていう感じでうまく当てはめて動画を撮ることが非常に多いんでございますけれども、一つの傾向としてですね、まあ外に出て一般人に絡む系の動画に虫眼鏡出ないがちっていうのがあるんですよ。まあそうですね、うん、こんなオイラたちのようなもんが急に喋りかけてすまんなっていう気持ちになっちゃうんで、結構喋れなくなっちゃうんですよ、はい、なんかうまいね、あのコミュニケーションの取り方があるんだろうな、あ、つまりコミュ力なんだろうなと僕は思ってですね、今回は東海オンエアのコミュ力三重視からちょっと学ばせていただきたいという企画ですよ。あの本当に間違ってますよ。え、丁寧をこじつけて押し付けないでくれ。なんでここはわかるよ、ここは分かるよ。ちなみにね、俺も全然めちゃくちゃ人見知りだから、いや俺からしたらお前すごい、俺だってそこは3点くらい固くの強いよ、人に話しかけるようになったの。りょうさんは真のコミュ力ですか？いや本当、いやそんなことはないよ。りょうってさ、なんかあの東海の企画とかでさ、その可愛い女の子とか来ることあるじゃん、うん、めっちゃすぐタメ口聞いてない？そうね、うん、距離の詰め方が異常にうまいのは間違いない。女の子2人組で捕まえる速度で尋常じゃないおいでっていうの出た、あー出たー本当に NNM 内ガーッと出た。本日はですね、このスタジオに、誰か知らんやつが来てますらしいね。その方と2人っきりでお話をする時間が20分ございます。まあ3人終わったところで、誰がと一番仲良くなれた気がしましたかと最後に僕が聞きますんで、その人に選ばれたらやったー。ただ属性とかも全く知らない方がいらっしゃいますので、狙い撃ちみたいなことはできないのでね、本当にどんな人にでも対応できるくらいの、まあ、準備がいるのか、それともそのぶっつけでやるのか分かりませんけれども、まあ見せていただきたいなというわけでございまして、まあここはね、その方と二人っきりにしたいですので、それ以外の人はですね、あのちょっと部屋はけていただいて、一応モニタリングルームなんかありますんでね、隠れておいていただく形になります。順番どうすんだよ。いやこれ重要だよ。そうですね、あちらのお客様もね、温まってないかもしれないですからね。まあくじ引きで完全なんでもいきますか。出た、まさかみくじの用意を。みくじの用意、いやめんどくさいな、僕の心の中でみくじを作った。あれやるじゃないか。としみつさん、てっちゃさん、りょうさんの順番に、やっていただきます。はい、というわけでじゃあ20分間としみつさん頑張ってください。はい、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは、はじめまして。はじめまして。あ、すいません、なんかたくさん待たしちゃったみたいで。あ、すいません、すいません、本当にありがとうございます。としみつって言います。としみつ、はい、お名前なんです。下が、下の名前。はい、下の名前でいきましょう。下は吉高って言います。吉高さんですか？俺の友達にいないっすね、吉高さんって人は。初めての吉高さんです。いや、私の近所いっぱいいるんですけど。本当ですか？名前からね、話を作っていくんだ。としみつは、なんか岡崎の市議会議員さんでいるんですよね。としみつって人は。あ、私相模原から来たから。あ、そうですよね。あ、相模原から来たんですね。そうそうそう、相模原来られて、すごい、まあ、遠いとこからありがとうございます。あ、うちの兄が岡崎住んでる。あ、本当ですか？あ、そうなんだ、これはチャンス。岡崎のことだったらめっちゃ喋れますからね。でも下川って呼んでくれないんですよ、みんな。下川。そう。あ、点々がついたってことですよね。と思ったら、うちの弟下川にしてるし。え？銀行ごとに違ってたりすることが。はい、お席投稿によこせとか。なんかいろいろあれですね、ややこしいことが起こりそうな。いや、楽しいこともあるんじゃないですか。あ、楽しいことあります。勝手に違う名前だ、違う人だと思われるっていうのってですよ。それはなんで違う人と思われてるの？借金とか。なんでそういうこと言うんですか？借金とか。払ってくれた。なんで初めて会って借金の話されるんですか？いやいや、その着物は、その借金取り立てる方のあれじゃないですよね。あ、全然このお召しになられて。これもお正月用です。ずっと正月。正月の初詣はこれで行こうかなって言って買って。え、まだ早くないですか？あ、だから今日のために来てるだけですけど、もともと単身赴任14年ぐらいやってるんで、はい、途中ずっとほらお正月の初詣とか、はい、たまに帰ってきてる場合やるけど、運営で十何年一緒じゃないか。まあ、でもこういう感じでなんか自分のプライベートを話してくれてるっていうのがいい兆候かもしれないですよね。え、相模原はどういうものが有名です？相模原って神奈川県ですよね。そう、はいはい、この相手のね情報から話を膨らませていくやつ。しかし、としみつは相模原に何の情報もなさすぎて、今のところあまり膨らんでいない様子。相模原に今住んでるけど、ほとんど住んでないんですよ、実は。なんか小杉か海外か、どっちか。海外？うん。どういう、あれですか？いや、会社の会社で、はい、赴任させられて。はい。え、聞きたいです。ブラジルに始まって。ブラジル？ブラジル、パナマ。パナマ？え？プリズンブレイクじゃないですか。
は次香港行って、香港、うん、でハンガリー行って、ハンガリー、この話はしたいんじゃないの、いろいろエピソード持ってそうだけど、この前の WBC マイアミ、そうえ、何カ国喋るんですか。日常会話だったら7、8カ国。おい、すげえ。仕事で使うのは英語とスペイン語とポルトガルと中国語がちょっと、スペイン行きましょう。すごい。ていうかこれ下川さんが普通にコミュ強なんじゃないか。そしてもう聞き手に回ってるもんね。まあ上手い聞き手になるっていうのもね、対人スキルなのかもしれないですけど。あ、ミシャ。ミシャ。あー、ミシャ。エブリスティングとか。エブリスティング大好きです。ちょっともうカラオケの。本当に？エブリスティングちょっと弾けるかもしれないですよ。あ、すごい。はい。そうかそうか。としみつはこの飛び道具があるからずっと歌手の話をしてたのか。愛しき人よ、悲しませないで、飽き疲れて眠る夜もあるから、この歌ですね。ですね。あ、一緒に歌ってくれてる。これはね、仲良くなった気持ちになりますよね、二人で歌うって言ったら。見事。これだけで弾けるんだ。ちょっと今緊張しちゃってあれでしたけど。でも確かに仲良くなりたい人の好きな音楽についての話をするってのは話題も尽きないしね。なんだかんだその個人的なことをちょっと聞いてる感じになるから、仲良くなった感出るかもしれない。東京散ってますよね。今ここ、見頃なんで、まあ、よかったら帰りとかでのんびり歩いて帰ろうかな。岡崎公園ね。あ、うん、終了です。終了。あら、今から桜やるのに。残念だ。やりたかった。いや、なかなかとしみさんもそれはずるでしょというか、はい、確かに音楽の話をねしてしまいさえすれば、いや、まあどっかで共通点はね、話盛り上がりますし、シンプルにね、下川さんがコミュ強なんですよ。そうなんだ、めちゃくちゃ喋ってくるんだよ、話回してくれちゃうから、それに甘えてると普通に終わってしまう。そうだね。ちょっとグッと何かを差し込むところ見てみたいですね。うん、失礼します。こんにちは。こんにちは。お待たせいたしました。どこから来られたんですか。相模原のね、橋本っていうところです。相模原って何県でしたっけ。神奈川県です。神奈川か。この会話さっきしたからね、哲也のその気遣いができるかだよね。ああ、そうだね。あ、異なり町だ。いや、哲也やっぱ顔こうなんだ。哲也さ、哲也鼻いじってこい。手がよく動くんだよ。わかる、その気持ちすごく。ずっと膝にこうやって手巻いて守ってんだよね、膝を、うん、あ、写真、やってらっしゃったんですか。そう、まだやってます。あ、すごい。写真っていうのは現像から始まってるので。あ、こういうやつですか。そう、浸して暗い中で作業するんです。はい。下川さんがね、喋る上手なんだよ。上手、めちゃくちゃ上手だよ。そのせいで、別にうんうん、はいはいって言ってたら終われちゃうから。普通に話ずっと聞いてたい人なんよ、うん、何をきっかけにその写真が好きなとか。あ、いいね、うん。一番最初は、まあ、全然面白いよねとか。カメラ持ってないし、カメラはうちの姉のカメラとか。あ、それを使ってその道具をやってるし、いとこが持ってたんでフィルムだけ貸してとか言って、うん、こうやってやると楽しいじゃんとか。化け学の世界ですよ、ね、顔やばい。顔やばいでしょこれ。いろんな国行って一番おすすめというか良かったなって男でした。いや、今ちょっと分かんないけど、私的にはもうハンガリーだったらもう一回してみたいなと。ハンガリーなんだ。ちょっと今のところね、下川さんのペースというか起こせないのか、どうなんだろうね。話してくれてる、話してもらってる感があります。うん、不思議な空気はありましたね。バルセロナはいいとこですけど、ね、めっちゃ良かったですね。サグラダ・ファミリアとかね。あ、はい、終わっちゃった。ありがとうございました、最後さん。全然なんか私の話ばっかになっちゃってた。いや、ありがとうございます、本当に。いやわかりなさい、わかりなさい。あの、ちょっと全くもってどうだったのかがわからないんですけど。いや、すっごいお話が楽しくて。めちゃくちゃ面白いでしょ。ただ、頭の中の 1% ぐらい動画的には大丈夫なのかっていう気持ちが、うん、それがもうちゃんと見えてました。あの、ペッツヤを観察してめちゃくちゃ悪かったんですよ。嘘でしょ、そんな、あった面白い。膝を触る心理状況。緊張や不安を和らげる効果。
だから本当にどっかのタイミングで何かした方がいいのかなずっと思ってこいつも話しててもう何もできないもうしっかり話そうかもう結構楽しくね梅京亮の将来、うん、確か経験値やばいよねいやすごかったこんにちはこんにちはこんにちはよろしくお願いしますはじめまして東海前の亮と言います亮さん下川と言いますよろしくお願いします下川さん下川さんお待たせしました本当にいい本当にすいません喉とか浮きましたよね水とか飲みますあ、ちょっとだけお茶か水か飲みますかドリンク提供してるドリンクだうわもうちょっとだけお水ですねちゃんとこすってるねあ、どうぞそれチリですチリチリがいいんですかチリ何がありますあの海産物がいいあ、へえご飯美味しいんですねあの花の ABC 出張コースってのがあるんですよ花の ABC 出張コースなんどういうコースなんですかエロい話エロい話あ、エロくなかったからエロくない、エロくないさした花の ABC かんなんか観光コースみたいな言い方すっごいエッチな話が思ってすごいエッチな話南米は治安とか大丈夫なんですかあ、それ聞かない方がいいですねなんか命の危険とかありましたあーもう何回かありますねえー拳銃突きつけられたりとかはいや、後ろからだから分かんなかった怖すぎますよ、それ取られてあげるぐらいしかできないどうですか、りょうさんも結局利き手に回っちゃってる感じですかうんプレイング的には俺と似てる感じというか、一番オーソドックスだよね。騒いでるんですか？はい。あ、うわあまだ話したかったのに。え、それ待てよ。また私の話で終わっちゃう。めちゃくちゃ面白かった。りょうさんの話。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、虫眼鏡です。ずっとモニタリングしてました。虫眼鏡？虫眼鏡です。そうだね。そうだね。なんか私の話で終わっちゃったような気がしました。面白いです。いや、面白い。聞きたくなっちゃって、20分じゃ足りなかった。いや、本当に。シンプルに聞いちゃうよな、それは、と思って。まあ、難しいと思うんですけど、この3人の中で、まあ、無理やり誰か1人、いや、この人とは一番なんか仲良くなれた気がするなっていう人1人を選んでほしいんですよ。難しいですよねいやそういう面では一緒にカラオケ行こうかなっていう感じですねおおじゃあとしみさんありがとうございますやはり歌の力一緒にエブリスティング歌いましょうね二社りょうさんこれなんりょうさんこれですかこれゴミ板そうな一人一個武器を持ってきてよくって彼はギターだったんですよで、そっか最後の彼はこのゲームを持ってきててあで、真ん中のオレンジ色のチャラチャラしたやつは何しようとしたんですか一応向こうにホワイトボードとペンがあって何でもいけるかなって、ね、ああなるほどね見た瞬間にあこれ川柳対決とかあったの着物のだけでしょいやでも川柳対決ラクロスを一生懸命宣伝しようと思って頑張ってあラクロススポーツのラクロスへぇじゃあ新しい話って聞いちゃうチャンピオンすごいなのカメラマン押掛専属カメラマン我々ね、いろんなスポーツのね、企画もありますけどねラクロスやってくださいよその時は来てくださいね、じゃあ写真撮ってもらわないともうカメラも回してもらってねちょっとじゃあラクロスのネタ考えますかそうね、嬉しいやりたい小川さんが繋いでくれたご縁ということでみんな面白い子ばっかだからはじめまして。はじめまして。お水どうぞ。ありがとうございます。東海の亮と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前も聞いてもいいですか。はい。奈良ひななです。奈良ひななさん。はい。なんて呼ばれますみんなに。ひなのって呼ばれます。ひなの。ひなのか。ひなちゃん。はい。ひなちゃんだね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張するよね。はい。すごく緊張。すごく緊張するよね。どうやって声かかったんですか。マネージャーさんからお話いただいて大人気 YouTuber って言ったので、うん、すごいお母さんと一緒に決まったらいいねって言って、うん、おおよかった決まりました嬉しいです知ってますか、はい、名前ぐらいですよねきっと、はい、今日は朝動画見てきました朝見てきた普段どういう人見るんですか普段はスカイピースさんああなるほどね、はいえ、なんで今学生ですかちなみに、はい、あ学生なんだ中学3年生です
待って、若っ13なの若いねそれは緊張するわすごい緊張してますうわお水飲んでね喉乾くよねこれは逆にもうね今度はこちらが頼られる側ですから腕の見せ所ですよねどうやって相手の緊張をほぐすか今春休みだよね春休みです何して友達と買い物、はい遊んだり、映画館映画見に行ったりはいへぇ、家では家では YouTube、スカイピース見てるのあ、はい、そうですゲームとかやるあ、ゲームとかたまにしますあ、そうなんだはいここでゲーム持ってきたんだよねゲーム、ね、一緒にやれたら楽しいかなと思ってできました、りょうさんあ、やってしかも割と自然でしたよ、流れははい俺らもスカイピースと一緒に動画撮ったりしてるよはい、見ましたあ、見たことある、はい、何見たチーあ、寝たら即来てるね、はい、はい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 あれね、楽しかったよめちゃくちゃ楽しかった緊張したけどねジンタンもテオくんもめちゃくちゃいいやつでさめっちゃいいやつなんですめっちゃいい子だよ緊張したんだけどねじゃあゲームやるかやりますいやさすがにね中学3年生の女の子には負けないですよ私も負けませんじゃあさすがに1位2位取ろうぜコンピューターに負けないからねじゃあ真剣にやってみるか、はい、一回真剣にやっちゃうねはいなんか真剣すぎて喋れなくなりますそうなんだよね慣れてないとね、はい、ゲーム実況者さんとかすごいよねすごいですよねできるじゃんできますねできてるじゃんよかったねいいですねこの2人ワンツー取ろうっていうのであのなんか疑似的なねチーム感を出してなんか絆を芽生えたかのように錯覚させる作戦はい負けちゃいましたでも余裕で1位2位だねワンツー取れるね、はい、そうですね強い強いわ強いでいく強いでいきますおお、はい、これでもう1位2位取ろうはい実質チームみたいな感じだからですね頑張りますチームではい全然おしゃべりいい今なんかやっと緊張がほぐれてきた本当緊張ほぐれてきたはいあー頑張れお、1、2、2来た1、2、2だよし、ワンツー来たワンツー来たよあー頑張ってお、いいねあ、でもほら投げ1枚いいねめっちゃ惜しいじゃん。ああ、終わった。もうちょっとやりたい。もうちょっとやりたい。ああ、やりたかったね。すごい楽しかった、ね。いや、本当よかった、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き楽しんでください。ありがとうございます。楽しかった。いやー楽しそうでしたよ。ずーっとやっぱ二人とも半ニヤ系というか、うん、最初はやっぱ緊張してたように見えましたけど、うんうんうん、楽しくなくは絶対にないんだなっていうのが分かりましたね。若いって若すぎるえでもりょうさんがだいぶ今ね緊張ほぐしてくれたんでこれは正直高校の有利なパターンかと思いますね確かにそうだねおはようございま す。こんにちははじめまして僕は東海湾の哲也というものでございます奈良ひなのですひななさんひなのですひなのちゃんはい、はい、何をされてる方ですか何をってこうね、完全に決まってるでしょうこんな風に見られてたんだあ、企業秘密企業秘密ですか違います、今中学3年生であ、中学3年生、はい高校1年生になりますあ、じゃあ今春休み中ってことですかはいあらちょっとマジで目割れてないでしょたしたしだねなんか、うん、まあひなのちゃんと今日はね遊ぼうと思って、はい、持ってきたものがあるんで一緒よかったら一緒に遊びましょう遊びましょう、ね、これ見てわかるかなはいこんなのを持ってきましたえなんか用意してる何パッと見てわかりますかこれいや困らせてるあーそうこドルルルルストップピンってやつねあはいやったことある誰が来ると思ったあーじゃあこれで遊びましょうこれでね遊びましょうはい遊びましょうじゃあ、はい、俺がドルルルルってやってるからるストップって
言ってください。ひなのちゃんも今から作るから。はい。いいよ。はい。ドルル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 はいはいはい、なるほどね。完成品は見せないようにいくから、はい、こんなアナログでできるんだこの遊び。どういう気持ちなんだろう、ひなのちゃん。いくらなんでもね、いくら中3といえどね、楽しめないだろ、これは。ドルル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 ここからのこの時間やっぱあるからね。そりゃそうだ、絶対一番目止まりやすいだろう。ドルル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 鼻が高いってことにしとこう。そうです、ね、鼻が高いことは素晴らしいことですね、はい、素晴らしいことです素晴らしいことです。これだから何なんだよ案件なんだけど、どうするつもりなんだろう最後ね。いい子だね、でもひなのちゃん。いや本当にいい子なんだよな。ひなのちゃんの絵ができました。はい、いきますね、はい、ひなのちゃんの似顔絵こちら。似てますかね。まあそうね、ちょっと違うところもあるけど。はい、逆にさ、ちょっとこれを参考に俺の似顔絵描いてもらおうかな。じゃあ、わかりました。できました。できましたか。はい、じゃあ僕の似顔絵をね、見せていただきましょうかね。おお、面白い。いいじゃん、なんかめちゃくちゃいいじゃん。エンジェラスティーさん出てくる。サインとかある？サイン、サインまだない？ないです。あ、じゃあ描いてもらった。あ、本当ですか。はい、じゃあ持って帰れます。ありがとうございます。じゃあここに、はい、じゃあ俺の絵、俺が描いたよっていうことで、はい、俺のサインと、はい、ひなの、はい、ありがとうございます。すごい嬉しいです。もうなんかファン対応みたいな。ちょっとはい、ひなのです。できました。できました。はい、こういうことになりました、はい、似てるね、なんとなくね、はい、大人になってから楽しいね。はい、じゃあじゃあね、エシートリでもやる？エシートリ、エシートリやりましょうかね。はい、10秒にしよう。はい、10秒で書いていく、はい、じゃあ俺からいくね。はい、よー、じゃあ10秒数えてもらっていい？はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、あ、わかりました。これで、はい、いくよ、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7。大丈夫？はい、できた。あ、もうできた？できました。お、早い。あ、え？心がなくて。おお、まあ、りょうさん。りょうさん友達じゃないですか。友達だね、これは。これは友達だな。うさぎか。まあ、すごい、うさぎなんだこれ。え、うさぎだよ。あ、そうなんだ。うさぎじゃないですか。みんな知ってる。おい、分かってあげろよ。ごめんなさい。待って、なんか耳が、うさぎ、あ、うさぎ、うさぎか。はい、うさぎ、これこれは、大物の予感。しかも、ぎだろ、ぎ。じゃ、はい、じゃあ、これ。おー、ロックした、きたね。ベンベベン、でん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 、ギリシャ。素晴らしい感受性を知るな。もうラストまでこれで逃げ切るんだ。できました。できました。じゃじゃん、同じやつがおる。まったくウサギがおる。ヒゲが生えてますので。まさかタヌキとでも。正解です。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。でもなんかあの自分のね、あ、あ、終わっちゃった。終わっちゃった。終わっちゃった。楽しかった、ありがとうね。楽しかったです、これ。ありがとうございます。これも、俺も持ち帰るね、ありがとうね。はい、本当ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いや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 、どうですか。いやいや、面白いよこれ。ほん、おじいちゃんとか来てたらどうするのかな。いや、さすがにさっきの真逆の人間を想像したっていう。あー、なるほどね。大人でもさ、うわそれやったってなるかなと思って。あ、逆刺さりするかなと思ったら普通に刺さったのかなっていう感じは、うん、まあでも多分なんかすごく楽しんでくれてる感がその上手ですね。おー、待ってくれ、普通に楽しかったでしょ。違う、分かんないよ、だから分かんない。楽しい、あれで、ね、いや、そんなにすぎない。いや、まあそうね、めっちゃ空気読んでくれるじゃんね。確かに。あ、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 あ
これ知ってる、知ってるちゃんと。おすげえ、つれえなこれ。おもろいね、このお兄さんは。初対面なのにいきなり目の前で歌を聴かされてるの、なんでなの。今されてんだな。この後別に友達になるかもわかんないのに、全然知らない人の歌聴かされてるの、なんでだ、なんでだろう。あ、こんにちは。なんだか女の子だとね。はい。いちご大福とか好きですか？好きです。あ、大好き。よかったー、買ってきて。いや、ごめんなさいね、いきなりちょっとギターなんか弾いてきちゃって。でも上手でした。あ、本当に？はい。嬉しいな、やっぱギター上手だねとか言われるのがやっぱ一番嬉しいからね。はい。嬉しいでしょ。はい。え、ギターとか弾くんですか？ギターとか一回弾いてみたくて。あ、本当に？はい、買ったんですけど、うん、弾けなくて終わっちゃいました。あらら、それはやっぱりコードが弾けなくて。そうですね。お名前？奈良ひなの。奈良ひなのさん。はい。ひなのさんです。はい。服物一応ね、持ってきないんでね。はい。全然いただいちゃってください。はい。食べる瞬間とかあるんでしょ。か、一人でリアクションしてるやん。すごいね。美味しいです。美味しいの、ジョーライク。はい。あ、としみつって言います。はじめまして。ごめんね、食べてるところ。ごめんなさいね。はい。結構待ったでしょ。うん、そう、申し訳なくて、何もなしだと悪いかなと思って、甘いもん食べて。シーツの表情も。普段、生まれも育ちも埼玉。生まれも育ちも埼玉です。はい、埼玉県民からして、やっぱ埼玉ってさ、はい、何なんか魅力、なんか魅力がある？あんまりないです、ね、ないの。これは気がついてる。魅力あるって聞いて、あんまりないですって書いてた。しまいじゃないか。埼玉、住宅街しかない。やっぱでも東京が好き。15歳ですね、はい、岡崎の魅力何言ってんの、はい、見えないじゃん。15年じゃね。東京に住めるもんなら住みたい。住みたいですね。ああ、そうなんだ。住みたいんだ。はい。そうなんですね。やばい、2人の目線が全く合ってない時間が今一瞬あった。そっか、学生さんだから。はい、中学3年生で、次高校1年生。え、中学3年生したの？知ってるかな、明石。はい、明石。明石ね。はい、これ、はい、あ、フランプールの歌なの。フランプール分かる？フランプール、うん、分かんない。分かんないです。はい、花になれって、あの au のリスモのテーマソングになったの。あ、リスモ知らないか。リスモってサブスクの走りみたいなのがあって。視聴者さんも結構ハンってなってね。フランプールの歌なんだ。で、合唱祭で最優秀賞取りました。すごい。はい、俺も取ったことあんの。あ、そうなんですか。レッツサーチフォートモロー。あー、知ってる？知ってます。本当に？はい。さあ、みんなで旅立とうでしょ。はい、すごい上手です。なんか覚えてる。はい、え、終わり？ちょっと早っ。なんかすごいあってまったよ。はい、そうですね、あってまったね。はい、マイアンロードが何か分かんないぞ、ちょっとよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ。ひなのちゃん、ありがとう。なんかすごい緊張したと思うけど、なんかね、緊張させるようなことをしておいて、さらにあれですけど、今からですね、判定員をしてもらわないといけなくてですね、悩みますね。悩みますね。悩んでくれてるふりをするってところも大人だよね。本当は決まってるんだけどね。その本当は大人が悪いとこ。じゃあ発表してください。はい、みんなすごい楽しくて良かったんですけど、仲良くなりたいと思ったのはリオさんです。いやーい、めっちゃ嬉しい。悔しい、これ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。今何やったの。でも僕も見ててようやって思ってました。やったー。多少大人扱いしてるなっていうのがね、嬉しいかもなって思った。俺めっちゃ頑張りすぎたわ。だってすごい高低差激しいんだよ、さっきの。そうね、そうね。いやー、ということでリオさんは見事1ポイントということで、まあ前評判通り哲也さんは1ポイント取れず、やっぱりやっぱりか。すごい楽しかったです。ありがとう、ありがとうございました。締めてくれてね。ぜひ。
ゃあ平野ちゃんが締めてくれたんで終わりましょうか。じゃあ僕もお三方から学んでコミュ力上げてきます。そうしてください、はい、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。